こちらイギリスのヘイドックパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディリックファンタジー。綺麗なスタートを切りました。ロックソング前に行きそうです。ディリックファンタジー、それに続いています。さらにはサンフォードスマイル、9番桜爆心王、その後ろ先頭に戻りましょう。ロックソング先手を取りました。大きく離れました。ディリックファンタジー、内からはイージーベルベット、その外からオーイントン、メルシーブレイブ、それに続いています。桜爆心王いい位置です。内からはサンフォードスマイル、大きく離れました。キャピタルエンペラー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ロックソング先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。残り 200m、 桜爆心王余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はロックソング完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着、2着はロックソング。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭は竹のベルベット。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はバラードタワー、バラードタワー先頭、あと 200m、 バラードタワー先頭だ。しかし残りわずか。バラードタワー先頭、堂島無敵追いすがります。バラードタワー1着、バラードタワー1着、2着にはどうやら堂島無敵、見事に勝ちました。バラードタワーマイネシリウス完敗です。着外に沈みました。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭はエトワールポット、ウィッシュフレーム先頭、ウィッシュフレーム粘る。一気にエトワールポット、エトワールポット差し切った。エトワールポット、エトワールポット1着、2着にはどうやらウィッシュフレーム、見事に勝ちました。エトワールポット、エアダブリン完敗です。着外に沈みました。